やっぱり女子大生ゴルファーたちのクラブセット、キャディバッグの中身が見たい、うん、見たいですね、この秘密の花園、はい、ということで、はい、1年生のせいなちゃん、はい、なちゃんのキャディバッグを見せてください、はいはい、いいね、なんかこうわちゃわちゃしてる、そう、クラブセットがあるのかな、はい、15本今入ってた、ね、練習器具、あ、なにこれ、柔らか、柔らかいやつです、へぇ、ここにタメがないとヒュンって回っちゃうんで、うん、え、欲しい、打ってみます、結構ぐにゃぐにゃですよ、あ、ほんとだ、柔らかい、え、タメができてないとどうなっちゃうんだっけ、と曲がっちゃいます、曲がる、これで普段打ってるんですか、はい、ボールをタイミングとか、ツアー ID だからシャフトの会社が作ってるツアー ID ってシャフトあるじゃないですか、レッスンって書いてあるから、本当だ、練習用専用のやつだ、さすがっす、さすがっす、勝手に触ってすいません、クラブ、クラブ、ドライバーです、ドライバー、全部丸マン、え、あー、そう、へえ、すごい、はい、丸マン、ボロボロなんですけど、バンキッシュ、あ、いいな、これヘッドが結構厚めのね、なんかジクラブっぽい感じ、すごいね、かっこいい、今マジェスティになってるね、うん、なんでマジェスティなんですか、うん、提供して、うん、あ、わ、そうなんだ、すごい、有力選手だから、ちょっとウェッジがキャロウェイ、うん、うん、ウェッジはキャロウェイです、うん、これあと可愛くないですか、お、来た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 、なんかこうわちゃわちゃする、スポンジボブ的な知ってますか、スポンジボブじゃないよ、これなんだっけ、ファミリーのやつだよね、はい、ファミリーのシンプソンズ、あ、それそうそうそう、これも本当にあのカバー用、これはぬいぐるみを使ってる、使ってます、あの靴下入れて中に、え、お母さんが作ってくれて、作ってくれたんだ、ぬいぐるみから、はい、お母さん、あ、本当だ、すごい、手作り、愛があるね、愛があるね、すごい、これはなんかパーリーゲイツとコラボしていて、あー、これちゃんとヘッドカッパの、はい、7番ウッド、ウッドは何本だ、 3本で、うん、3、5、7入れて、うん、で、ユーティリティが1本だけ、あ、ユーティリティ1本だったの、じゃアイアンだ、5番から入れてます、5番やん、そんなに使う、5番やん、結構使う、ユーティリティよりもアイアンの方が打ちやすい、残り何ヤードくらいから使える、はい、170か5番、170ヤードくらい、5番やん、力強い、パターは、お父さんの会社の人が、うん、パター悩んでる時に、うん、これいいから使ってみなって言われて、うん、で、うん、いただきました、すごい良くて、うん、めっちゃ鉛張ってたよ、中にも、ね、中にも入れてる、これで結構助かってます、うん、応援してくれるとかいっぱい入れてるね、嬉しい、多分人柄です、うん、そしてこの棒は入ってるね、やっぱね、は、はい、確かになんだね、練習場で使うんですか、はい、まず、ね、スタンスがちゃんと思ってる位置に立ってるかとか、うん、とか、はい、私が最近使ってるやり方は、うん、クラブの軌道がまっすぐすぎちゃって、まっすぐすぎちゃう、か上から入ってるから、こういう感じで、ああ、こうしたんだ、こうやって、うん、イメージしながら練習してます、ああ、立ってみた、ちょっと適当すぎちゃったそうだね、結構インからこっちに、だから真ん中あたりでくるんっていく感じじゃないですか、あとは、うん、スタンスの感じで、あー、球の軌道、球がこっち飛んでほしいってこと、使いますよね、こういう使い不安になってる仲間たちに確認をしている、不安になっちゃってスタンスはまっすぐ、まっすぐです、こう平行になるように、うん、はぁ、すごい、ちょっとこれ気になるんだけど、これ、あゆ、うん、あゆちゃんお揃いで、うんうん、これはほのちゃんと、あ、ほのちゃんも私、ほのちゃんもこれのなんか羊みたいなつけて、へぇ、人形をぶら下げるのが今若者たちで流行り始めているかもしれないですね、これただの、うん、ぬいぐるみ、ぬいぐるみ、ただの、お守り的な、おいおいって、おいおい名前なんですよ、突っ込む、おい、おい、おいおい、丸いってあるじゃないですか、はいはいはい、あれを一緒に遊んだ時に
おいおいって呼んじゃって、あ、おいのこと、なるほど、おい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 って言っちゃって、その後にこれ買ったんで、おいおい、こいつじゃあ本当はおいおいって名前じゃないよね。かわいい、名前つけちゃった、名前つけちゃったの、ね、かわいい。このバッグの中身はちょっと何が入ってる、入ってないですよね、入ってる、ね、グミが入ってる、ね、あら、もうアンパンマングミが、アンパンマングミ、アンパンマングミ、アンパンマングミ入ってるよ、食べますか、食べますか、クールショットだ、ニコン、ニコン、携帯、携帯がそんな感じ、財布、財布、ティー入れ、ティー入れ、何これ、何これ、悪そう、何これ、なんかガマグチっぽいキャラクターが、開けてもいいですか、はい、シリコンでできてる、ティーとマーカー、ティーにはこだわりあるんですか、ティーはこの、これは好き、好きです、うーん、意外と普通ですね、長さが気に入ってる、形なんか結構明治のゴルフはこれを、かわいい、まあシンプソンとかいるね、これエアポッツなんですよ、へぇ、すげえ、すげえ、何これ、カバーなんです、エアポッツカバー、エアポッツカバー、へぇ、かわいい、いろいろ入ってるね、まだグミ入ってるよ、多分これプッチョ、プッチョちょっと待って、何日もさ放置してることありそうな、いや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 、すぐ食べ終わる、まだ新品ですよ、新品、いや、新品、練習の音も、はい、なるほどね、はい、ボールとか入ってないんですね、ボールは試合の時に入れるんで、はい、なんかそんな普段入れてないんだ、でもこれボールの線引き、あー、パターンの気に入ってます、イメージカラーの紫でいつも、おー、イメージカラーなんだ、意識高い、はい、確かにキャリーバッグ、はい、これをいつも担いで学校に来てるのか、ここに置くか、これを学校に置いてるのかっていう、あ、あのミニバッグでこういうので、うーん、今日はこのために持ってきてくれて、はい、なんか ここで干してるのがちょっとなんか、めっちゃおすすめです、これちょっといいな、見えないし、こちらに、へ、うんうん、あ、見せないんだ、そこはなんかダサくないですか、グローブ、僕ここにかけてる、これはいいと思う、いいね、なんかこう、セイダちゃん感がめっちゃあっていい、ここにまだ食料まだだ、開けて欲しかったんだよ、だからやったよ、マンゴーマンゴーすげえ、他にもありそうだけど、これはパター練習用の、かわいい、なに、ここにも、これなんですか、あ、すごい、あー、なんか松山選手が使ってたっぽいやつだ、はい、すごい、鉄のボールをここに置いて、うんうん、でここにボールを乗っけて打つんですけど、うん、ここを越えてくださいちょっと、はい、ここをあの当たらないように、はあ、すごい、打つんです、カリバクザソ感傷、ピンめっちゃ軽いんで、うん、はい、あ、そうか、ピンのやつなんだね、へえ、ピンですか、いや、ありがとうございます、すごい、なんかオリジナリティやばいです、あすっごい対照的な感じです超シンプル、同じキャリーバッグだけど、こっちの持ち主は同じキャリーバッグ、同じキャリーバッグだよね、対照的よ、対照的よ、お菓子は入ってるの、お菓子は入ってないです、入ってないって、さっちゃんさっちゃんって書いてあるよ、まず1個目のツッコミポイントさ、すげえさっちゃん書いてある、名前書いてある、あ、書いてあるわ、はい、めっちゃすごいいいね、めっちゃさっちゃん、さっちゃんこれからずっとさっちゃんでしか生きられない、ね、さっちゃん嫌になった時どうしようの、嫌になったことはないです、まだな、じゃあクラブから行きましょうか、はい、はい、キャブ、基本的に、うん、ドライバー以外全部スリッツを使ってて、おお、かっこいいね、クリーブランドだ、クリーブランドと、うん、パターがピレッティです、高いやつじゃないですか、なんかお父さんが前使ってて、うん、自分がパター1回悪くなってそこから使い始めました、あ、今調子、うん、悪くはないかなって感じです、みんなお父さんの協力結構多いんですね、うん、もう渋いね、結構年季入ってるよ、で変えようかなってずっと思って、いやいやいや、これ何年ものですか、これは5年目5年ぐらい、いいね、6年ぐらいです、そう、長持ち長持ち、ちょっと使ってるか、革のやつですね、ね、かっこいい、穴が開くまで使ってほしい開かないんじゃないかな、開かないか、うん、全部剥がれても使えそう、はい、取っといて、いつかスターになった時に売る、うん、昔自分が使ってます、どうなんですか、このスリクソンのスリクソン、アイアンはどうですか、いいです、ちょっと見せてもらっていいですか、はい、アイアン結構好きなんですよ、おー、なんかかっこいい、すごい、
重いよ、でも結構重そう。 Z56 かって、今のやつ、いや、じゃないっすよね、これ1個前のものですよね。重っ、重っ、重っ、さっちゃんですから。え、超重くない？本当ですか？え、びっくりしたんだけど今。え、これシャフトが何グラムぐらい？8、7、7、8、7、7、8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 、7、
超重いんですけど。当たるといい打感な感じですね。カーボンよりもスチールの方がいい。の方が自分はいいです。そう、最近ね、カーボン使ってるプロの方も多いと思うんです。多い。うん。スチールの、すごいね。3番ウッド、5番ウッド、4番ユーティリティ、5番ユーティリティ、で6番からアイアンが入ってます。スリックさんのユーティリティってどんな形か見せてもらっていいですか。はい、うん、ウッド型？いや、ウッド型じゃないです。あ、あ、ちっちゃい。あー、いいね。アイアンに、アイアンに近いです、これは。はい、なんか球上がりそうな感があるね。すごい上がります。結構使ってるんですか。使ってますけど、中学5年以上、12ぐらいから。12、あ、じゃあ14、5年くらいじゃないですか。そうだね、うん、あ、やっぱ UT ってなかなか変えれないってとこあるんじゃないですか。いや、全然このウッド系今すごい変えたくて、全部、うん、変えたいんだ。ウッドは、自分ウッド本当に嫌いで、本当に飛ばないんですよ、うん、でもアイアン系は結構他の人と同じぐらいなんですけど、うん、もうウッド持っちゃうと全然。そっか。それで今一番気になってるのは何なんですか。BS フェスタ、新しいやつ、はい、相棒がね、新しい相棒が見つかるといいね。はい、ね、うん、みんな同じ部員の子たちって、はい、道具ってそのじゃんじゃん変えるもの、うん、多いと思います。でも男子の方が変えるイメージだよね、うん、男子の方が結構クラブとか知ってる人が多いんで、すぐ分かっていいと思ったら勝ちちゃうんじゃないですか、ね、うんうん、試したくてね。結構変えてる人多いんですよ、プロやってる人。さっちゃんはね、あのグローブはね、ここにかけるんですね。こうマジックでくっつける。なるほど。こういうやり方もあるんだ。今マジックつけるとこあったよ。かなこさん、ありがとうございます。うん、ここにつけてねと、うん。なるほど。両手派ですか。いや、普通に一緒です。お、ジャパンジュニアゴルフチャンピオンシップ出たらもらえる。すごい。あ、これランザン、これは去年の女子アマです。日本女子アマ決勝、はい、すごいじゃん。すごい。去年だけです、今年は落ちちゃったんで、うん、いやいや、すごいよ。いい、来年出るよ、いいんだよ。そうだよ、うん、中身はサングラス、あ、オークリーだね、サングラスね、うん、あと、T ケース、かわいい、V テーブル、ボールと、うん、ボーダブルディスク、と日焼け止め、ちゃんと日焼け止め、日焼け止め3つ。あ、これ、これ結構サクサク塗れていいんですよ。そうです。水っぽくていいんですよ。スプレーで、これが塗るやつで。塗るやつも。はい、で、あとコースレイアウト。おー、見たい。それ今度出るやつ？いや、多分前のやつです。たまにはさっちゃんって書いてあるの？いや、BS から提供してもらってるんですけど、特に何書いてなくて、あと明治のやつと、うん、あ、明治のマーク、同期からもらったやつも入ってます。明治のマーク、これに動画にもさっちゃんと一緒に見えたっけ。何て書いてあるんですか。週一、週一、週一くん、そうです、同期です、うん、同期かもらった。週一、さっちゃんかと思ったら週一だった。 S、 すごい。そう、ここ開けてくれる、ありがたい。ここは、あ、ゴルフ規則ちゃんと入ってる。あ、すごい。あと、スリックソンのやつです、これは。偉い。あとここも土入ってて、いいね、さっきと違うな。うん、やっぱこう個性出るね。うん、あとみんなそれぞれ練習のやつだけです。練習、練習の、あ、練習場、あ、そういうこと、はい、カードいっぱいあるね、あちこち行くんだ。よく行くところはどこなんですか。よくここです。あ、カーマアルバトロス行きます。ここはあれですね、あの、うん、野ざらしになっているところで、屋根がないところで。そうです。あの、結構安く売ってる、お得なところ。千葉、千葉、千葉、はい、どうでした。いや、なんかさっちゃん対照的に、こっちはお菓子入ってるけど、こっちはね、ゴルフ規則が入ってるから。ゴルフ規則、何もお菓子、まだまだね。まだあるかい、重なくていいよ、ね、シンプソンズなんか一個も入ってないよ、ここに。めっちゃキャラクターものがね、あ、唯一、唯一、100匹ワンちゃん。これ、確か栄の同期でみんな持ってるやつだったと思います。かわいい。
でもこれ一緒じゃん。本当だ。これはさっちゃんって書いてある。セイナが、うん、みんなにあ、お土産なんて、すごい。作っていい子じゃん。え、自分で作ったんだけど、すごい、超器用。試合に行こうっていう感じが出てて、やっぱり一般ゴルファーとちょっと入ってるものは違うかなって感じがしましたね。一般ゴルファーですか？いや、違うと思う。こんなお菓子入ってないっすよ。多分、やっぱこう体力消耗するからね。お菓子食べて、それでね、食べて、だから競技ゴルファーですよ。ファイターですよ。ファイターですよ。面白かったですね。面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。これが明治大学ゴルフのキャディーバッグの、はい、一般的なキャディーバッグでした。一般的でした。ありがとうございます。